シティバス立川拝島営業所が併設されていた当時の立川バス拝島営業所株式会社シティバス立川はかつて日本に存在した乗り合いバス貸切バス事業者である立川バスの分離し会社であった本社は立川バス本社内に置かれ営業所はシティバス立川拝島営業所のみで立川バス拝島営業所の敷地内に併設されていた 小田急グループに属し、出資は、立川バス、小田急電鉄、神奈川中央交通の3社であった。車番として付される、営業所記号は C。自社運行路線と立川バス本体から委託を受けて、運行する路線があり、立川バス、灰島営業所からの受託路線では、営業所記号が CH と表記されていた。立川バスの運行エリアに、 多摩都市モノレール線が開業し、1998年11月27日に、上北大立川北間が先行開業、2000年1月10日には立川北、多摩センター間が延伸開業した。これにより経営的に大きな打撃を受け、立川バスは、同社は企業再生の対象となり実施再建の道を選択した。経営再建策として、 分社化と不採算路線の管理住宅制度を行うため、分離市会社として2000年4月1日にシティバス、立川を設立。立川バス、拝島営業所内にシティバス立川拝島営業所を置き、同年10月1日より、不佐団地線を移管したほか、一般路線4系統の運行を委託した。2000年から立川バスの一般路線に路線を移管する形で、 乗り合いバス運行業務を開始。2008年からは、立川バスから高速バス全線と貸切バス事業を移管される。営業所再編により2018年7月1日をもって立川バスに吸収合併された。2018年7月1日、立川バスが屈差営業所を新設。灰島営業所が業務を終了し、操車場に降格するのに合わせて、再び、 立川バスに吸収合併されたふっさ団地線、ふっさ団地線いすルガミオ c 三百351号車。廃十12は、立川バス、廃島営業所所管で、一部便を、シティバス立川が担当。営業所方向は、東京都立多摩工業高等学校付近の多摩工入口、経由、廃島駅方向は、熊川団地直行。廃十16は、 灰島駅と UR 福佐団地を結ぶ路線。灰17はさらに福佐駅西口まで運行する。小12は福佐団地から灰島駅を経て、秋島駅南口まで運行する。僕橋通りと国道16号の慢性的な渋滞で、定時制が確保できなかったため、2007年のダイヤ改正で経路変更し、玉子入り口停留場を非経由としたことで、 改善された。日中は大幅減便されたが、定時制確保により朝晩の利用者は微増した。また週バスが早く日中の本数が極端に少なかった。田中町団地線が秋島駅から秋島市役所を経由して、東京都住宅供給公社秋島田中町住宅を結ぶ路線。秋島市役所の移転により、1997年5月1日に、 大宮線を廃止して開通した路線。大宮線は、灰島駅から宮沢近くまで奥多摩街道を走り、移転前の旧秋島市役所を経由して、秋島駅へ至る経路で運行されていたが、本数は非常に少なかった。1997年5月頃に秋島市役所が移転したことを受け、秋島駅から新市役所を経由して、 田中町団地と直結する道路線が開通し、田中町団地、田中地区では最も近い JR 駅への足が確保された。2008年11月16日、立川バス、灰島営業所から移管された。立川駅南口、三井アウトレットパーク方面2011年11月19日、運行開始、と、休日のみ運行。 立川駅南口では率72と同じ1番乗り場から発車する。運行開始時は立川バス水穂営業所の担当で、西武バス側は立川営業所、反応営業所との共同運行であった。その後時期不明だが、西武バス側の担当は立川営業所のみとなった。2016年時点で立川バス側の担当は水保営業所から灰島営業所へ一貫されていた。 西武バス、立川バス、シティバス立川の3社ともに、自社の割引乗車券は適用対象外。また、埼玉県内の三井アウトレットパークイルマへの直行バスであるため、東京都シルバーパスは利用できない。内は共同運行会社。括弧内は一部便の未停車。空港連絡バス2008年11月16日、上記の空港連絡バスに路線が、 立川バスから移管された。2017年4月28日に羽田空港線でダイヤ改正が行われ、新たに一部便で国立駅、八保駅への停車が開始された。立川、飯田線2013年11月22日に路線が新設され、2016年9月16日に運行系統の見直しを実施した。立川バス、 拝島営業所からの受託路線車体に車番 CH が記されている。イスズ・エルガ JCH406 号車過去には以下の路線も立川バスから受託していた。2016年時点で以下の路線はすべて立川バス。拝島営業所の所管に戻されており、バス車体の営業所記号も CH から H に変更されている。シティバス、立川所属の一般路線車は イスズ自動車製5台、三菱不装製2台の、計7台が所属していた。羽田空港、成田空港リムジンバス用車両はすべて三菱、不装製で、エアロクイーンアイ、エアロバス、エアロエースがあり、ハイデカー仕様が多い。大半の車両は、トイレ付きだが、トイレなし車両は原則として、羽田空港線で使用された。このか、広脇学園スクールバス特定輸送用として、 日日、メルファとトヨタコースターも所属していた。ありがとうございます。